強い人と戦っていきたいってことを今年の目標にしていきました。私にとって山下さんの存在はすごく大きくて強くて憧れの存在です。でも私はその憧れの存在を憧れでは終わりたくないので、山下里奈という選手を、そしてこの私の真城優輝という選手で強く超えていきたいなって思いました。誠さんも
私となんか新人と同じ頃って言われていましたが、今はすごく強くて、私とは全然違くて、そこも私にとって憧れな存在の方です。その二人に勝つために、私はこの 5.4 までいろいろな精神翻弄をしていきたいと思っております。が見えない、全然。あれから1週間どんだけ考えてきたのか知らないけど、1ミリも伝わりません。アイスレモンのためにも私たち守ります、このベルト。だって恥ずかしいでしょ、女の子チャンピオンになったら。本当に藤本さんに甘えてるんだなって感じにしか思えない。今日の試合でそんなことないって見せてくれるかなと思ったけど、1年9組でやってる時の方がもっとがむしゃらだったと思う。自分もやんなきゃっていう思いが伝わってきた。そんなんでベルト負けない。藤本さんが私を狙ってくるのは別に構わない。ベルトを巻いてヤバい選手だっていっぱいやってきたし、私は藤本さんには負けない。特に今の藤本さんには絶対。つくしの最後のタイトルマッチ、
12年間で今一番最強の遥かつくしです。このベルトを防衛して、ベルトとともに私は引退するんで、ベルト持ったまま引退させられるわけないじゃないですか。つくし様、今最強かもしれないけど、朝日だって伊吹だってみんな今が最強なんだよ。こういう試合で、大会でメインを立つことがどういうことなのかっていうのを結構自分なりに考えたつもりで、任されてるっていうのはすごく感じます。選手が抜けた時からずっと自分たちが立っていかないといけない。でも藤本さん、つくしさんが一度いなくなった時に、その立場に今の伊吹、朝日、他の若い子が立てるのかって言ったら、すぐは多分無理だと思います。だからそのために 5.4 ベルトを取ること、それがまず第一歩だと思います。伊吹から初めて勝った、でも伊吹はやっぱり強いですね。伊吹と挑戦者の決定戦ができてすごく良かったと思います。自信がすごくついたので、すごく良かったと思います。アイスリボンに取って、守って引退してどうするんですか。だってまた返上するんでしょ。だったら最強の名を引っぺがして、自分が最強って言ってベルトを巻いて、それを受け継がせていく、いきます。